東京2020。今日ここから始まる1年を単なる1年の延期ではなくプラスワンと考える。それはとても未来志向で前向きな考え方だと思いました。もちろん世の中がこんな大変な時期にスポーツの話をすること自体否定的な声があることもよくわかります。ただ一方で思うのは、逆境から這い上がっていくときにはどうしても希望の力が必要だということです。希望が遠くに輝いているからこそ、どんなに辛くても前を向いて頑張れる。変なお仕事をされているのか実感しました。